こんにちは、吉田さん。桜井翔一会長がですね、まあ、感じることを大切にするっていうふうに言われてるのは、まさしくその通りで、えー、同時期にですね、私、介護士もしていたんですけども、あの、なんですかね、もう、全盲の方とかね、目の見えない方、先天的に、目の見えない方の介助をしたこともありまして、まあ、その方は見えないわけですよ。でもね、こう、感じることができるんですよね。いや、不思議な現象結構ありましたね。 うん、見えてないはずなのにやっぱこう表情は見えないんですよ動作も見えないんですよだけどもコミュニケーションする中で「お疲れになってるんじゃないですかって大丈夫ありがとうね」みたいな感じで声をかけられたりとかねするわけなんですよまあそれは口をついてたまたま出た言葉かもしれませんけどもでも私はこう思うんですよ人って感情の生き物ですから感じることって絶対あるんですよね 喜びを感じたりとかね。楽しさを感じたりとかね。癒しを感じたりとか。悪い雰囲気。これを感じたりとか。あるはずなんですよ。でもなぜか、見えたものしか信じないっていうふうに言う方もいるんですよね。でも、喜びって見えますかね人が精神を病んだ時って見なきゃわからないですかね感じることって絶対あると思うんですよね。暖かさやぬくもりってのも感じますし、 嫌な予感がしたりもするしなんか今日いいことが起こりそうな気がするなって思うと思うんですようんあのボブ・マーリーさんっていうのはね以前もお話ししたと思いますけども雨を感じることのできる人もいればただ濡れるだけの人もいるっていうわけですよね雨にも重い雨とかねそれから冷たい雨とかね恵みの雨とかいろいろありますよね 水滴が落ちてきて自分の体に当たる。ただ濡れるだけの人と、その雨から何を感じるかっていうことが大切にできる人もいるんですよね。考えるんじゃないと。感じるんだと、ブルース・リーも言いました。あの、特に武術の世界では考えてるわけじゃないんですよね。相手の表情や、それから構えから何が起こるかを感じていくんですよね。 で、感じたものは、体が条件反射で、こう、受けていくとかね。反撃に出るとかね。いちいち、どんな型を使おうかなとか、どんな技を使おうかなって思ってるのは、まあ、ヒーローものだけですよ。必殺技の名前を言いながらね、なんとかかんとかパーンとか言いながらね。あんなこと、のらりくらりとやってたらやられちゃいますよ。そうではなくて、技っていうのは、うん、こう、稽古の時にはね、 何々々の型をやるよっていうので覚えることありますけどもいちいち自分の技を放つときに相手にその技の名前を言わないとできないもんですかね <laughs> アニメの世界だけでしょということなんですよ。やっぱりこうその瞬間瞬間感じて動くことができるから感じて動く。まさに感動ってことなんですよね。で私がね、マジャンテからネットに乗り換えたのは マージャンのフィールドでダメだから、それ以外の世界、自分が今まで関わってこなかった世界の中に自分の領域があるんではなかろうかっていうふうに感じたんですよね。まさに感じたんですよ。打算ではなくて感じたんですよ。この水で泳いでもダメだなと。別の水で泳ごうと。その水はもしかしたら逆流かもしれないと。まあけど、自分の人生変えようと思ったら少なくとも今自分がいるところを離れなきゃダメだなと思ったんで、離れてみたわけなんですよね。 いろいろと勇気の言ったことであったんですけども、でも勇気を使うのに、恐怖以上の好奇心ってものがありましてね。俺にも本当にできるのかなどこまでやったら稼げるのかな生涯に一度でいい。億っていう金額を自分一人で稼いでみようかな。まあそれは感じたままに今なってるかなってところですよね。そしてその時思いもしなかったような未来がやってきた。 今ですよねまさにそれは当時私が感じた何かが変わるかもしれないっていう予感だったんですよね。いってし